東京株式市場で日経平均株価は29年ぶりに2万5 0 0 0円の大台を回復しています。東京証券取引所から中継です。はい。マーケットでは感染が収まっていくことへの期待が広がっています。上昇の大きな要因となっているのはワクチン開発への期待です。9日にアメリカの製薬大手ファイザーが 開発中の新型コロナウイルスワクチンの治験で高い効果を示すデータを発表したことを受けてニューヨークダウは一時1600ドル以上上昇史上初の3万ドルが目前となる場面もありましたこの流れを引き継ぎ日経平均株価も一時400円以上上昇取引時間中に2万5000円の大台を超えるのは1991年11月以来29年ぶりのことです 二万五千0 0乗っかってきましたんでねもうちょっと上に行けばいいなとは思ってますけどねコロナワクチンが開発されてで飛行機だとか小売だとかそういう銘柄に一気に資金が入ってコロナの影響を大きく受けた ANA ホールディングスや日本航空は大幅に上昇しドル円が百五円台と円安が進んだことを受けて自動車株などにも買いが入っています以上、中継でした